こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。さん、はい。はい。はい、始まりました。みさきの部屋です、はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、今日は秋のファッションに合う。うん、あ、これですか。はい、はい、はい、はい。はい、合う帽子のベレー帽の被り方をやってみました。はい。はい、ベレー帽のバランスの取り方、遅れ毛の出し方、結構難しいと思いますので、これだと簡単にバランスも出るし、バランスも良くなるし、可愛くこなれ感も出るかなと思います。はい、はい、前髪が短い方も長い方も両方とも説明してますので、ぜひ参考にしてみてください。まあ、グッドです。100点、100点でお願いします。はい、はい、それでは動画スタート。まずは NG シーンから、このままの状態でかぶっていきます。遅れ毛を出していないので、給食のおばさんみたいになっちゃいます。こなれバージョンいきます。顔周りの部分の遅れ毛を出していきます。もみあげの部分も遅れ毛を出していきます。だいたい5ミリ幅で出していきます。32ミリのコテを使います。顔周りは外巻きに巻いていきます。もみあげは内巻きに巻いていきます。このくらいのカールがついてれば OK です。この状態で帽子をかぶっていきます。これでお顔周りのカバーもできて、こなれ感も出ます。帽子のかぶり方のポイントを教えていきます。前髪がある方は、前髪のつむじ部分に合わせて帽子をかぶっていきます。前髪にかぶってしま、当たってしまうと前髪が潰れてセットがしにくくなったり、バランスが取りにくくなります。前髪が長い方は、おでこが狭い人は、入りはギリギリラインに合わせてかぶって、おでこが広い方は生え際から2センチくらい下でかぶるとバランスがよく見えますよ。今日はベレー帽のかぶり方とこなれ感の出る遅れ毛をやってみました。この秋使えるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイキー。